考えなくていいぐらいのところで浮いて走ると燃費もめ,めちゃくちゃ良くなるし地面に給電装置を入れとけばバッテリーも少なくて済むしすごく多分革命が起こるんですよ自動車の世界もものすごい革命が起こる可能性があるんですよね例えば浮いて走る車1つ取ってもこれだけの世の中を変えるすごいチャンスがあるわけじゃないですかそういう分野って他にも僕いっぱいあると思っていて なんでそういうのをこうみんなこぞってやらないのかなと思って僕、イライラしてるんですよね、僕はすごく自分でもやるって決めてるんで、全部やろうと思ってるんですけど、やっぱりこうライバルがいた方が燃えるし、あのみんなでやったらもっともっと加速して、みんなが思ってたようなこう世の中って、多分実現できるんですよね、それをやるためのほら仕組みもね、えー、整ってるじゃないですか。